はい、どうも皆さん、こんにちは。エビニーヨです。ということで、今回なんですけど、皆さんね、今現在、携帯中置いてきちゃったよ。うわ、マジで涼しい。ということで、皆さん、こんばんは、エビニーヨです。現在時刻、そして日時、6月29日、水曜日、5時5分でございます。はい、ということで、今日はですね、テスト期間で、テスト普通に、金曜日から始まるんで、テスト2日前ですね。はい、ありがとうございます。今日はね、動画を上げていこうと思うのでね、これから動画を撮るんですけど、今、現在、学校帰ってきて、もうわかるでしょ、これ。マジでわかると思う。最近さ、バグってね、ガチで。俺、思うんだわ。マジでバグってんのよ、最近。結構真面目な方で地球温暖化を身に染みて感じてきているので、やっぱりね、家庭菜園でね、植物を育ててね、地球に酸素を供給しようかなって思ってるところなんですけど、マジでエアコンがないと生きていけないんですよ。俺がエアコンに取り付いてるというか、エアコンが俺に取り付いてるというか、その少なくとも俺の部屋の天井のところにエアコンは取り付いているわけなんですけど、はい、ということでね、そんなクソつまんねえことはさておき、もう喋ってるだけで汗ダッパダパのダックダックなのにね、水も滴るいい男。ああ、もうこんなことしてる場合じゃない。マジで暑い。ちょっとお風呂入りまーす。ダメ、まずい、ここにずっといると、俺が俺じゃなくなる。マジエアコンをね、24度で、爆撃しているので、さてと、お洋服を持ちましてと、おい、ワイシャツじゃねえか。もぎたてじゃねえか。あー、待って、やばい。待って、ゲロ吐きそう。ちょ、マジで暑い。汗がやべえ、ほんとに。はっはっはっは。人生で最高の瞬間だぜ。学校から帰ってきて汗だくだくで、そしてお風呂から出て、お風呂から出る前に冷やしておいたキンキンの部屋に入ります。生きててよかった。ということで、こんなことしてる場合じゃないんですよ。結構マジな方で、時間詰め詰めなんで、いろいろ今からやっていきたいと思いまーす。あたすいの化粧水がないんだけど、床に落ちてすい。ふんふんふん。やべ、日焼けしてるな。大問題発生です。なんとですね、今、俺、こうやってやって、髪乾かしょってスマホ見てたの。で、確かに5時半ぐらいだったんですよ、その時。めっちゃ寝てた。ちょっと待って、マジで、シャレになんねえことになってるんで。ちょっと待って。外が暑すぎて、発作マグナ。待って、マジでやらかしたな、これ。時間がかなりまずい状況。ヒヤヒヤ。いやいや。でれ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 で。ちょっと待って、マジでやばいんで、撮れま、動画撮る準備します。で、カメラの充電もないんだけど、もうゴリ寄せ。こんなとこで留まってたら、いって！あ、これ見てください。買いました。島村で1000円で。充電切れ。てか待って、洗ってない弁当箱が出てきた。マジで特級呪物なんだけど。ということで、ちょっと動画で使うもんの準備ですね。動画で使うもんの準備。コップコップ、あいつコップコップコップ、あいつコップコップコップ、プロ洗いの、もうすでにこの動画が上がってる頃には上がっていると思うんですけど、ゲップです。はい、ゲップ動画です。ゲップ動画をね、これから撮ろうと思います。見てください。一見ね、結構普通に綺麗に片付いてる撮影場所だと思うんですけど、まあね、こっからこうやって映るんで、まあ別にね、このこっち側とかこっち側とか見れないんですよ。テンションがね、もうめちゃめちゃにバグっているんですけど、今から動画を撮っていこうと思います。それでは、レッツゴー！ということでですね、うわーし、動画撮り終わりました。現在時刻の方が、キャンパカパッパッパー。タイムリミットは10時までですね。そこからまあいろいろ予定があるっていうか、俺はテスト期間で勉強しないといけないので、人生終わった。はい、編集します。今からです。頑張ります。マジで頑張ります。本当に頑張ります。はい、つうことでですね、動画編集をやっていこうと思います。マジで急がないと、本当にやばいの。マジでやばいの。っていうか、机汚すぎて草も生えねえよ。これ、マジで草も生えねえレベルで汚ねえし、なんかケープあるし、これ。うわー、やっちゃった。編集します。
今悟り開いてました。ということで、こんな感じの時間なんですけど、半分も終わってないね。おやすみなさい。ってことで、現在時刻の方なんですけど、11時になりました。動画編集終わりの、処理終わりの公開シーンので、ようやくね、終わりました。ちょっと間にね、ご飯とか挟んじゃって、ちょっと投稿する時間が、ね、遅くなってしまったんですが、無事にですね、動画を上げることができました。はい、ゲップかます動画ですね。なんですけど、再生数が、めちゃめちゃに、いつもより下がってるということで、まあ、やっぱりこの動画、ちょっとね、不発でした。ゲップだけに。以上、これが学校から帰ってきて動画を編集して、動画を撮って編集してあげるまでの密着でした。7時ぐらいから編集始めたんで、で、大体10時半に終わったから、3時間半ぐらいなのかな、合計で編集にかかった時間は。まあ、そんぐらいですね。ということで、お疲れ様でした。うん。ああ、明後日テストだ、これ。